こんにちは、ギタリストの富田です。今日はですね、コードトーンがジャズになる法則の5ということで、三音アプローチ法っていうのを紹介したいと思います。このシリーズもの全部そうなんですけど、三音アプローチ法っていうのは僕が勝手に命名してるだけなので、調べても出てきません。前回、前々回っていうのは2音アプローチ法と1音アプローチ法ですねの2つを、紹介してきたんですけど、今回はそれにプラスもう1音足して三音アプローチの方法を紹介したいと思います。では早速解説に行きたいと思います。はい、では今回は三音アプローチ法っていうことで、いろんな三音アプローチっていうのがあるんですけど、今回は一つに絞って紹介しようかなと思います。とても多く使われる方法なので、ぜひこれをマスターしてもらいたいなと思います。今回のターゲットとなる音はコードトーンの3度の音ですね。3度の音をターゲットにして3音でアプローチをしていきます。ターゲットへのアプローチの方法なんですけども、まずターゲット、例えばターゲットが E の音だとしたら、ターゲットに対してまず半音上からスタートします。半音上から一度全音下まで降りて、そこからクロマチックで2回上がってきます。これダブルクロマチックってね、半音上から全音下でダブルクロマチックで着地ですね、という流れのアプローチになります。3音でターゲットノートに向かっていっているアプローチっていうのは、このパターンがすごく多いですね。チャーリーパーカーとかジョーパスとかもすごくこのパターンよく使っています。ということで、3音アプローチに関してはこの方法ですね、アプローチの方法をマスターしてもらいたいなと。はい、でこのパターンなんですけど、使いどころが2つありまして、まずは普通に、例えば今のやったらね、 C メジャーのコードの上でで使うのももちろんありですし、例えば C メジャーだとしたら5度7の G7 のところからスタートして、で1のところで行ったり、この3度に着地するという感じですね。なんで C メジャーの時に弾く3音アプローチの方法のフレーズを G7 の時から弾き始めるっていう感じですね。C メジャーのコードの頭でしっかりと3度にぴったりと着地できるように弾くと。普通に C メジャーに行ってからこのフレーズを弾いてもいいし、 C メジャーに行くちょっと前から、G7 の部分でこのフレーズを弾いてもいいという感じです。この2つのパターンですね。で結構その使いどころの中でも5度7から1度に行ってから弾くっていうこともあるんですけど、割とこの5の部分で弾いてちゃんと1に着地するっていう使い方の方がコード感も出るし、しっかりとサウンドしてくれますので、使いどころとしてはそっちの方を練習してみてもらいたいなというふうには思います。では実際のフレーズを見ていきましょう。はい、ではまず1つ目のフレーズです。はい、こんな感じですね。これは F メジャーの時のフレーズで、 F メジャーの3度の A の音ですねに向かって3音でアプローチをしています。この A の音に向かってというダブルクロマチックで上がってくると。その前にその半音上の B フラットの音ですね、ここから挟み込んでというフレージング。このフレーズは、F 目線で見ると5度から始まって、でイレブンスですね、3度の半音上、4度の音に上がりますね。でそこから一度ナインスに降りて半音で2回上がってきます。5度からスタートして一度3度の半音上で、ナインスからダブルクロマチックで上がっていくという内容になってます。この A の音に向かってね、着地とか向かっていってる感じがすごく出ますね。でこれは F 目線で見ると5度で4度で9スでシャープ9スで3度みたいな感じなんですけど、一時的にこの F に対する5度7である C7 ですねを想定して弾いているようなフレージングなんですね。なんで一時的にこの A の音に行く場所を F だとしたら、その前スタートを C7 と思って弾く感じですね。だとするとこれはルートですね、 C のルートで7度で5度で5度から半音階で上がってきて F の3度に着地するっていう風な内容になるので、すごくね C7 を弾いている感じですよね。中身で言うとね、 C7 のコードトーン、ルート7度5度っていうのがあって、半音で F の3度に着地なので、最初から F っていうよりは C7 から F に向
向かっているっていうような中身になっているんですね。もともと F っていうよりかは一度 C7 の音遣いですかね、 C7 的な音遣いを挟むことでよりその F メジャー7の感じですね、この3度に最後着地しているっていうところがすごく強調されます。ちなみにですね、まあ僕運指をねこの形で弾いたんですけど、他にもいろいろ考えられます。まあ、よりアプローチが分かりやすく弾くとしたらですね、1弦の A の音をターゲットにしたら、最初の音は3弦の5フレットでいいんですけど、そこから1弦に飛びますね、4度で、そこから同じ1弦上でこのターゲットの音を挟むようにと弾きます。これが一つ目ですね。でもう一つ、これ弦変えても同じような運指になります。ターゲットと同じ弦の上でこう挟み込んであげると、まあ視覚的にも見やすくていいかなと思いますね。ではもう一つという感じですね。これもまあ F のメジャースケールをこの辺で弾いているとしたら、この辺を使ってあげると、まあより見やすいかなと。でもありですね、好きなポジションでいいですし、見やすいポジションっていうのを見つけて練習してみてください。ただできればいろんな場所で弾けるのがいいので、できるだけ多くの形ですねが頭に入っているような、見えているような感じになるとベストかなと思います。で C7 を弾いているような、 C7 から F メジャーに行っているような中身のフレーズなので、もちろん C7 から F メジャー7っていうコード進行の上に当てはめて使うっていうのがすごくいいですね。例えばショート2-5 Gm で C7で F メジャー7っていう進行があった時に、 C7 の部分でっていうのを弾いて、 F の着地で A の音にぴったりと合わせると、 Gm が2拍で C7 が2拍で F、 という感じ。4拍ずつの2-5だったら1-2-3-4-1-2感じで使えます、はい、これも最初フレーズを当てはめる場合はしっかり、今のだと後半の 1-2-3-4 で着地ですねに持ってこれるように、ぴったり合わせられるように入る場所っていうのをしっかりと分かった上で練習をしてください。はい、では2つ目のフレーズです。これは B フラットメジャー7上のフレーズですね。でさっきと内容はもうほとんど一緒です。アプローチの形が同じだからですね。で今回は最初ルートから B フラットから始まって、で一度4度に向かって、で全音した C の音からダブルクロマチックでターゲットへ着地ですね。はい、このフレーズも F7 から B フラットへ向かう部分で、同じように使うことができますっていう感じですね。スタートする音が、まあ、5度になっても同じですし、まあ、ルートでも一緒ですね。 F7 の3度目線から A からですね始まって、であとは同じでももちろん大丈夫ですね。要はこのターゲットを半音上全音下でダブルクロマチックで挟むっていうと部分が、まあ、このフレーズの肝なので、最初の音が何であるかあんまり重要ではないです。はい、はい、では3つ目のフレーズになります。このフレーズは F メジャーの3度に向かってアプローチしていくフレーズになります。これも最初の音がね違うだけで印象が変わるんですね。最初の音が1オクターブ下だと最初のフレーズと全く同じなんですけど、オクターブ変わることで、まあ、もう少しライン自体が滑らかに、ね、なる感じですね。といくのかというふうにいくのか、どっちかですね。まあもちろんどちらでもいいんですけど、まあ、その前に何を弾いているかとかね、そういうのに応じて使い分けるようにできるといいですね。でこれはこのアプローチの後ですね、これ着地した後の音をもうちょっと考えてみましょうという感じですね。これ最後の音、 F 目線で見ると9th の音になってます。 G の音ですね、はい、で3度に着地した後から考えると
A で C で E で G ですね。でこの部分だけ取るとこれ Am7 っていうコードトーンになってますですね、はい、でこの Am7 が F に対してどういう風にサウンドするかってことなんですけど、 F 目線で見ると3度、5度、で7度、そして9th という感じですね。この3度からスタートするコードトーンを弾くっていうのもコードトーンの法則の一つではあるんですね。これもまた別の動画で紹介したいと思います。で今回はこのターゲットに着地した後からこの3度から Am7 を弾くことで Fm7 の 9th っていうサウンドを作り出しているというフレーズになります。はい、でこのフレーズもですね、もちろん C7 からF メジャーのところで使うことができます。例えばまあ4拍 G マイナーがあって C7 があってというふうに使うことができますね。でこれ以前の動画でも言ってますけど、やっぱりリズムのパターン変えたりすることでもっともっとバリエーションを多くできるので、 F メジャー7が来てからできたりとか、 G マイナー7から C の時にいろんなリズムを変えることで全く別のフレーズに聞こえたりするんでね、このあたりも工夫して練習をしてみてください。はい、では4つ目のフレーズです。はい、というフレーズですね。音の流れは今までの3つとそんなに変わらないんですけど、今回はマイナーのコードに着地しているフレーズになります。で少しちょっと理論的にも難しい部分があるのでちょっと説明したいと思います。これは、まあ、結論から言いますと Bb7 のところで使えるフレーズなんですけども、想定としては F7 から Bb へ向かっていっているっていう内容になります。フレーズの前半は F7 で、後半から Bb、 実際後半は Bb のトライアドですね。で前半 F7 目線で考えると3度から始まって、でフラット9th G フラットの音ですね。で7度フラット7でメジャー7、ここはクロマチックですね。クロマチックでそのまま半音上に上がるんですけど、これが Bb の5度ですね。はい、なんで今回は5度の音に3音でアプローチしていくフレーズになっています。でジャズでは楽譜上は Bb でも勝手に演奏者がドミナントモーションを想定してこうやって5度7から1っていうようなフレージングをすることがよくあるんですね。今まで紹介した3つのフレーズもそうなんですけど、フレーズ自体に5から1っていうサウンドが入っているんですよね。でこれもまさにそうで、ただこれは3度に向かっているんではなくて5度に向かっているので、ちょっと音使いの面で難解になっています。これも Bb 目線で全部考えるといきなりメジャー7の音から入っていて、でそこからフラット13、まあマイナーで言うとまあフラット6ですね。フラット6が挟まって、で11th で、そこからダブルクロマチックで5度に着地という感じですね。もちろんこれメジャーでもメジャーに向かう時も使えるんですけど、やっぱりこうフレージングとか音使い、フラット9から3度があってフラット9th に行って5度に着地っていうのは、どちらかというとマイナーコードの時によくマッチする音使いになっています。で、まあ、Bb の時に、ね、いきなりメジャー7弾いたりフラット6弾いたりするというのは不安な人もいると思うんですけど、これがあることでよりここの5度に着地した時の Bb感っていうのが強調されるので心配しないでください。でもちろん F7 があって Bb に行くっていう時も F7 のフレージングをちょっと Bb に入ってからも過ぎて行って、ちょっと後で着地するっていうのがあるんですね。ディレイドリゾルブっていうんですけど、ちょっと遅れて解決するっていう手法があって、これも Bb の上で使うとしたら F7 があって Bb に行ったけどまだ F7 のフレージングを続けて、で後で着地するという感じですね。でやはりこのフレーズはマイナーの2-5の時とかによくマッチするかなと思いますね。例えば Cm7 フラット5があって F7 があってっていう風に使う、まあショート2-5だったら一つにまとめてね、2-5を一つにまとめて弾く時に後半2拍でを弾くようなイメージでいいと思います。マイナーに着地する時のフレーズは5度に行く
ことが多いんですけど、この場合はまさにそうですね。フラット9から一旦下がってクロマチックで5度に着地ですね。マイナーの場合はちょっと3度に着地するのは難しいんですよね。本来使っていい音から少し外れすぎる部分があるので、僕はマイナーの時は圧倒的に5度着地を狙っていくことが多いですね、この場合は。なので、このフレーズ自体はマイナー用のフレーズと思って練習してもらって OK です。ただ、メジャーの時に使っても何も問題ないので、いろんな場面で使えるように練習してみてください。はい、ということで今回は3音アプローチ法っていうのを紹介しました。で、パターンも一つですね。ターゲットに対して、半音上から全音下へ降りて、ダブルクロマチックで上がってくるという方法です。この一つで3音アプローチ、まあ他にももちろん組み合わせればね、いろんなアプローチができるんですけど、3音でターゲットにアプローチするときはこれが一番いいと思います。メジャーのコードに行くときは、3度に着地するのが一番いいですね。ただマイナーのコードに行くときは、5度に行ってあげるのがおすすめです。4つ目のフレーズが F7 から B フラットマイナーに行く時の5度に向かっていくフレーズですね。このあたり使い分けられるようにしてください。で、本当に3音アプローチって他にもあるんですけど、このパターンがトランスクライブをしていて一番よく出てくるなっていう風に感じていますね。チャーリーパーカーとかジョーパスとか本当にこのフレーズよく使うので、ぜひマスターしてもらいたいジャズの、まあ、言語ですね。ということで3音アプローチについては、まああれこれやるよりもこのパターンをしっかりマスターするようにしてください。で、今回紹介したフレーズですね、まあ少ないですけど、これもタブ譜にまとめて公式 LINE の方でプレゼントしようと思いますので、気になる方は概要欄に詳細を記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。次回はですね、コードトーンがジャズになる法則6ということで、コードトーン同士をクロマチックでつなぐ法っていうのを紹介したいと思います。これまでもそうなんですけど、やっぱりジャズのアドリブの基本っていうのはコードトーンなんですね。で、次回もそのコードトーンを意識しながらジャズっぽいサウンド、アドリブのサウンドを作り出す音使いになりますので、ぜひご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。少しでも参考になったなという方はぜひ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。